Bienvenue à Paris. On est vraiment très heureux de vous, vous avoir avec nous ici. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est la vie quotidienne d'un mangaka de légende Mangaka, le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. また漫画を描いて寝るまで。描く <laughs> またはね。または夕方起きてご飯食べて一晩中漫画描いて。ご飯食べて寝る人もいますね。忙しいというより、これはあの遊びの延長みたいなものなので、描きたくてしょうがない人が描いているので。 J'ai eu le privilège de faire une interview de vous chez vous il y a peu de temps et uh, j'ai pu constater uh, une admiration pour Tezuka, une admiration qu'on connaît uh, déjà pour le père du manga moderne. Uh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le lien que vous avez avec, uh, avec Tezuka depuis, uh, depuis Phoenix それ, ça この番組、じゃ、収まらないぐらい長いけどいいですか。<laughs> <laughs> 話せば、五十三年ぐらい前の話になるんですけど。目の前に手塚先生の本が2冊あって。それをずっと見ながら、それを真似しながら。5歳の頃には、その絵を真似して、そこに手塚治虫ってサインを書いていたような子供だったんです。ルシニエ。手塚。

本当にそれが、ね、どれほど自分に影響を与えたかっていうのはその今回見てねあの改めて認識したんですけども。です,そうですひたすら見てる時の,あのワクワクドキドキする感覚っていうのがほぼ僕の作品と同じテイストだなと思いました

出世していくとかメジャーになるみたいな風にとらわれるのがすごく嫌で漫画は漫画として完成されたものなので漫画とシネマは全く横に並んでいるものなのでそこからシネマの方に進出するみたいな考え方がとてもちょっとどうかないかがなものかなと思いますね。 Je suis tout à fait d'accord. Quand on lit vos œuvres, et notamment par exemple on peut prendre Monster, on voit que le thriller est votre genre de prédilection. Pourquoi c'est devenu le genre que vous affectionnez le plus aujourd'hui et justement, vous parlez de faire rire. Quand vous voyez vous êtes quelqu'un de sérieux, de posé quand on lit vos mangas, généralement c'est aussi très sérieux, il y a une dose d'humour, mais ce qu'on ignore, c'est qu'en fait vous êtes un grand fan de comédie. あの 心の中ではコメディを作るのと同じ気持ちで作っている。あの外から出来上がったものはとてもシリアスに見えるかもしれませんけれども、作っているときはその面白みというものの観点では同じ感じで書いてますね。あの一つ大事なのはだから僕が作ろうとしているものは読む人読む読者がその読みたくて読みたくてしょうがないものを 世の中に出したいと思ってるんです vous, ement, vous 何に笑うかいや全てですねあの人の仕草だとか人の口癖だとか何気ない普段、人がやってることって笑,笑ってしまうことたくさんありますね小さい時からそういうことばっかり見ている子だったので。 <laughs> <laughs> et dans, dans vos œuvres, il y a une chose qu'on retrouve souvent, c'est l'absence de, 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 de manichéisme. Il y a toujours le bien, le mal, c'est quelque chose qui est assez proche en fait. Et vous êtes passionné par, le, par la nature humaine. まあ 悪,悪の方に行っちゃったんだろうってよく考えるんですけども人間子供の頃はみんな自分は正義のヒーローになりたかったはずでそれがある時に何をきっかけが悪い方向に行ってしまうとかでもそれは悪いことしてるのに本人は悪いことしてるつもりは全くなくて自分は正しいことをしてるって思ってるとか人間のなんかこう全部頭の中で起きてること不思議だなっていつも思いますね。あと一つ あの、et est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un personnage contemporain qu'on peut juger mauvais et qui finalement, peut-être dans plusieurs années, on se dira avec le temps, bah, finalement, c'était quelqu'un de, de bien そうです、ね、あの20世紀少年の主人公の賢治っていうのはそういうふうな存在で世の中では悪とされているんですけども実は本当は次あの正しいことで彼は復活するわけですからやっぱりやっていることをどの時代のどの目線で見るかっていうので全く逆に見えるってことがありますよね。ス<ペー>ス ほんの10分の1ぐらいの事情伝って言ってるんですけどもまず冒頭のシーンで T−Rex の,の 20th Century Boy のレコードを学校でレコードをかけるっていうのはあれ本当に自分がやったことで。えー、本当に

とっても難しいことなのでもしかすると僕の漫画のテーマはかなりそこの大人になるってどういうことなのかっていうようなことがなので普通あの漫画は登場するとそのままのキャラクターでずーっとやるのが普通の他の漫画は大体そういうのが多いんですけども僕の漫画は始まると大体そのまま年あの連載と同時に年を取ったり20世紀少年の場合は10歳ぐらいの子が。

あのこのこメビウスさんの書いた作品が世界にあるでだから僕はそれを書く意味はないんですよねもうすでにメビウスさんの作品としてあるのでだからそうすると一番好きな線はメビウスさんなのになあって思うジレンマがあるんですよねでも僕は僕としてのオリジナリティを作らなきゃいけないので書くんですけどでも本当はメビウスさんの絵の方が好きなんだけどなって思うところもあるんですよねでも今日の What's the city the exist. こん regard こん live manga。もしかすると、ね、日本の漫画の各くペースが。週刊漫画とか、そういうものすごい速いペースで書かなきゃいけないんですよね。そうすると。そんなこと、を四の五の言ってる時間もなく、ものすごいスピードで書くと、自分の本性が出ちゃうんですよね。そうすると、それがオリジナリティになっちゃうのかなって気もします。そうですね。そのおかげで、たくさんの量の。 Je pense que c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, vous êtes à Paris. Là, on est dans votre exposition, celle qui a été en Angoulême il y a peu, qui a été déménagée ici pour la ville de Paris. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que vous êtes honoré par la France entière Je trouve que un va être un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. 印刷されたものが読者のところに届いて読者が面白がってその夢中になって見るっていうところが僕らの到達点なのでこの展示という形になるのは実は漫画の本来の形ではないんですけどもそのいわゆるそのいつも読んでいるものの実物がこういうものなのか今回も原画がふんだんにあの展示されてますので。

あ、ね、あのより一層深めて、まあ、だから僕もだから手塚先生の作品を読んでる時は僕と手塚先生ってつながりなのでそういうあの本当にパーソナルなつながりがこういうそれこそ僕が触 でこの指を手を動かしてここにきっとたくさんの指紋がついていますからそんなようなパーソナルなもののつながりができればいいよなと思いますねええンえっ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 ええ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 

これはあの最初のシリーズから20年ぐらい経ってえマスター・キートンリマスターという形で書いた作品ですけどもあの最初のシリーズに比べるとキートン先生も白髪混じりになりましてねあのこの他の話でこれこうでは出てこないかな老眼鏡をかけるようになってますしね娘の百合子はあの結婚してその後も離婚もしてますね。 のきぞんエボリュイイゾンゲイイ。Ué, ça, des そうです。これの日本の漫画家はこういうのをネームって呼んでるんですけども。あの漫画を描く前の、例えばそうですね。本当の下書きのその前の下書きみたいなもんですね。うん、でこれ見ていただけるとわかるように、こう同じ絵を何回も。描いているように見えるのは。あの。どういうやり方、どういう小回り、どういうテンポで描くのが。

あ、シャックデッサン、ルや、インパティル表情の連なり、えー。ページが続くことで、この表情が変わっていく。とても重要なことだと思うんです。よく、あの、漫画の、漫画に質問で、僕よく聞かれるんですけども。よく、あんな同じ顔を何回も描けますねって言われるんですけど。僕は、このように、だから、一回も同じ顔は描いたことはない。 これとても奇妙です、えー。こちらがモノクロ、白黒のページ。こちらは実は、えー、と赤と黒の二色ずいのページなんです。ね。本来そのページのぶつかっているところはこうやって見開きページにしづらいんですけども、それを利用して、右のページだけに火がついて、色がついてるパートカラーっていう形にしました、ね。ここはレフェランスです。で

フランスではこの「これすごく後半の方なんですようーんモンスター」の話でも「ラスト」の方の話なんですけどもフランスではそのネタバレいわゆるストーリーが分かってしまうようなことを,を展示するのはすごく嫌がられるので1話目を展示することが多いんですらしいんですけどもあの僕はこの後半の、えー、僕の感情も高まり キャラクターの感情も高まっている絵を展示することでより迫力のあるものを皆さんに見てもらおうと思って後半にしたんでこのあえてこの翻訳を入れないでストーリーはわからないんだけども絵から出てくる迫力だけを楽しんでもらおうと思いました。これが今まだ日本ででで連載中ですすのそうですねルルーブル ルーブルがその漫画を「第九の芸術」ということで、えー、それでルーブルに向けて何か書いてくれないかという依頼があったでそれで描いた作品なんですけども。ああのギャトドうやっぱりあのルーブルから依頼っていうとちょっとあの。 ともすれば真面目に考えてしまいがちなところもあって、僕も最初そういう風うに思っていたんですけども、あの考えを進めるうちに、いつものちょっとその人を楽しませる癖が出てきまして、こんな感じの面白い話になっちゃいましたなおき。Naoki Urasawa、Musée du Louvre、Une nouvelle série commence。私はこの。<music> <music>

でもうや,や,ることなんかなやることなんかないかなと思ってでそうするともうなんか取材をいいアイデアも浮かばないから取材もどうしようかななんて思ってる時にああの彼なら彼はフランスに行ったことないからフランスに取材しなくても書けるんじゃないかなと思ったのが彼なんですよ。 不二雄先生が1960年代に作り上げたキャラクターなんですけどあの本当に日本中の少年たち大人も含めてみんな彼の真似でシェーっていう格好をして写真を撮るっていう。 彼を主人公にするととってもフランスのフランスらしい作品が作れるし全く別の角度から面白い漫画が作れるって思いついたんですね。もう彼のおかげですねこの作品はで赤塚不二雄先生の娘さんが今あの赤塚不二雄さん亡くなった後といろいろ著作権の管理をされている娘さんに。 あのそういうことをやってもいいですかって言ったら、もうどうぞ、もちろんどうぞっていうことで、解約いただいて、こんな素晴らしい作品を作らせていただいてます。え、おわ、おわ、だん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 、だ、だ、だん、だん、だ、だん、だ、 マカロンオルンドリが生んだのねはいそうですはいすご本当だもう一人はいヒヨが出てきてこちらはロンじゃなくてマクロンさんですねあんなアだったのマクロンさんですこれどんどん入り口に戻ってるんですけどもここにはその入り口に書かれている黒字にチョークで書いたような絵の元のデッサンがここに書いてあるセマニフィギュア Merci beaucoup Sensei. Allez, Merci. À Allez à Allez, à tous.